やあ。また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて、時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。ドミグラ、時の狭間に閉じ込められたまま、ここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い一撃を体に刻むしかないわ。つまり思いっきりぶん殴ればいいの。本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。どうなってるの？すごい！俺にも分かんねえよ。ピッコロさんがおかしくなっちゃったな。噂みたいだよ。だったらあいつをやっつけりゃいいんだな。海王神様の言う通り、もう少し攻撃を加えないといけないみたいだ。なるほど、なかなかの腕前だが、私の幻影を倒したところで
ピッコロの戦闘は解けない。私の力でピッコロの能力も上がっているし。さあ、お前たちに歴史の改変を修正することができるか。大したやつだぜ、お前は。